平野、騎士、神宮寺の日は、ナンバーアンダーラインアイライブの舞台裏に迫る。平野章の妖艶パフォーマンスに観客釘付けけ。ライブのハイライトを振り返る。2024年6月18日から20日の3日間、東京有明アリーナで開催されたナンバーアンダーラインアイの単独コンサートノー・ウォー・リングは、京六公演を完走し、ファンである i l i s に大きな感謝を示しましまたこのコンサートは平野翔、神宮寺裕太、岸優太の3人が織りなすダイナミックで感動的なパフォーマンスの連続でした。ライブの幕開けは和風のサウンドを使った SE で始まりました。ステージ上には存在感のある大きな松の木が鎮座し、客席には桜の花びらが降り注ぐという日本らしいニュアンスが漂っていました。 この光景は観客を一瞬で別世界へと引き込みました。低音の響きが期待を高める中、三人はステージの高い位置にあるリング上の舞台装置から登場しました。舞台装置がゆらゆらと揺れ、火花が散りながら下に降りるというダイナミックな演出とともに、OK コンプレックスを披露。ダンサーに囲まれた三人は、クールなウィスパーボイスでオーディエンスを魅了しました。歌い終えた後、 リボンを使ったフライングパフォーマンスで舞台装置からステージに降りると、客席からは大歓声が飛び交いました。それぞれのメンバーが ILY ズへの思いと公演への意気込みをラップに乗せると、次に富士が始まりました。ステージ上を縦横無尽に動き回りながら、岸の高速ラップ、平野のリズム感たっぷりのフロー、神宮寺の低音の効いたリリックと、それぞれの魅力を存分に発揮しました。 レーザー照明が臨場感を演出する強盗では、ダンサーと共にキレのあるダンスを見せました。序盤からワイルドでクールなパフォーマンスを見せていた三人ですが、MC になると一転、わきあいあいとした空気に変わりました。平野は上の階の座席にいるオーディエンスに向け、結構ちゃんと見えているからね、と呼びかけ、騎士は序盤の撮影可能パートが終了したことを受けて、僕たちだけを見てくださいね、と甘く呼びかけました。 神宮寺はオーディエンスを見渡し、こんなにたくさんの人が来てくださって、改めてたくさんの人に応援していただいていると再認識できます、と感謝を伝えました。MC の後、爽やかな歌声がこれまでの選曲とは空気を変える NoYes へと続きました。ムービングに乗る3人は笑顔で客席に手を振り、オーディエンスとのコミュニケーションを楽しみました。紙吹雪が舞う中、披露された花びらが舞う日にでは、 平野と神宮寺が向かい合って歌う場面もありました中盤には3人がそれぞれのムービングに乗りステージから距離のあるオーディエンスに姿を見せに行きましたクールにワイルドに見せた序盤とは打って変わり甘い歌声で魅了しましたその後は爽やかさを残しつつも大人びた色気を感じさせる「イズイットミー柔らかな声で歌い上げたバラード「愛とさまざまな表情を見せました ロング MC のコーナーでは、騎士、平野、神宮寺の3人が屈託のない笑顔でやり取りし、和やかな時間を作り出しました。シームレスにつなげた、バナナ、テイク・イット・レイジーで穏やかな時間を作り上げると、ライブはソロダンスコーナーへと進みました。最初に登場した神宮寺は、ダンサーとともにダイナミックなダンスを披露しました。電飾のついた布を大きく使い、立体的なステージを繰り広げました。 騎士は、6人のダンサーと共に映像と連動したパフォーマンスを披露し、格闘技や武道を思わせる力強いダンスで魅了しました。ソロで登場した平野は、怪しげに色を変える煙に包まれながら、ビートに体の動きを合わせる環急のあるパフォーマンスを展開しました。ダンサーと共にメンバー全員が揃うと、平野が振り付けを担当したダンスパートへと続きました。 ステージセットを使って素早く人数を入れ替え、全員でのフォーメーションダンスを披露し、ギミックの効いたパフォーマンスを届けました。和風のリリックと振り付けを炎の演出とともに力強く届けるボンを披露すると、ブロー・ユア・カバー・レーナー・シャインとジャジーな楽曲が続きました。再び強盗をパフォーマンスし、会場一体となって体を動かすと、盛り上がりも最高潮に達しました。アンコールの完成に依頼、 再登場したナンバーアンダーラインアイは客席に手を振りながらミッドナイトシティを披露ししっとりと歌う夢の続きでエンディングへと向かいました感謝の言葉を伝えナンバーアンダーラインアイのさまざまな表情を見せた盛りだくさんのライブを締めくくりましたこのライブを通してナンバーアンダーラインアイは単なるアイドルグループではなく多彩なパフォーマンスと深い感情を持つアーティストとしての存在を強く印象づけました 観客との一体感を大切にし、彼らの期待を超える演出とパフォーマンスを提供することに成功しました。この成功を踏まえて、今後のツアーやアルバムリリースに向けてさらに期待が高まります。ライブの成功には、多くの要素が絡み合っていました。まず、舞台装置と照明の演出が観客を驚かせ、興奮させる効果を発揮しました。特に、リング上の舞台装置からの登場や、 火花の演出、リボンを使ったフライングパフォーマンスなど、視覚的なインパクトは絶大でした。また、和風のサウンドや日本らしいニュアンスの舞台設定も、観客に新鮮な驚きを提供しました。さらに、各メンバーの個性とパフォーマンススキルが光りました。騎士の高速ラップ、平野のリズム感あふれるフロー、神宮寺の低音の効いたリリック、それぞれが独自の魅力を放ち、観客を魅了しました。 また、ソロダンスコーナーでは、各メンバーが自分のスタイルを前面に押し出し、観客を楽しませました。神宮寺のダイナミックなダンス、騎士の力強いパフォーマンス、平野の怪しげな演出、それぞれが違った魅力を持ち、観客を飽きさせることがありませんでした。ライブの成功には、観客とのコミュニケーションも大きな役割を果たしました。MC タイムでは、メンバーが観客との距離を縮め、 親ししみやすささを感じさせました平野の「結構ちゃんと見えているからね」という呼びかけや、岸の「僕たちだけを見てくださいね」という甘い言葉、神宮寺の感謝の言葉、それぞれが観客に対する思いやりと感謝の気持ちを伝えました。また、セットリストも工夫されており、観客を飽きさせることなく、さまざまな曲調とパフォーマンスを楽しませました。クールでワイルドな曲から始まり、 甘い歌声や爽やかな曲、大人びたバラードまで、幅広い音楽スタイルを披露しました。特に、ノーイエスや、花びらが舞う日にでは、観客とのコミュニケーションを重視し、一体感を感じさせる演出が光りました。そして、アンコールでは、ミッドナイトシティと夢の続きを披露し、ライブの締めくくりにふさわしい感動的なエンディングを迎えました。観客に感謝の気持ちを伝え、 彼らの期待に応えるパフォーマンスでライブを締めくくりました。今回のライブは、ナンバーアンダーラインアイにとっても観客にとっても忘れられない体験となりました。彼らの成長と進化を感じさせるパフォーマンスは、今後の活動への期待を一層高めるものでした。これからのツアーやアルバムリリースに向けて、彼らの新たな挑戦と成功を期待してやみません。また、今回のライブを通じて、 ナンバーアンダーラインアイのファンである i l y ズも彼らとの絆を一層深めることができました。ファンとの交流を大切にし、感謝の気持ちを忘れない彼らの姿勢は、多くのファンにとって励みとなり、彼らを応援する喜びを再認識させました。これからも、ナンバーアンダーラインアイと i l y ズの絆は強まり続け、共に成長し、素晴らしい未来を築いていくことでしょう。